俺、こっちでやっていくっすよ。パラミターでやっていくんかい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。メビウス FF ファンの皆様、いつもご視聴ありがとうございます。ザラルカンド第1章が、プロローグに引き続いて配信されたということで動画を撮りました。いくつかニュースが公式サイトの方にあったのでチェックしてみたいと思います。まずレジェンドジョブですね。アルベルトハンター、これはセイラさんの新ジョブですかね。で、あとアルティメットヒーローまた増えて、この間ね、ティーダが増えたところですが、今回ユーナが登場して、もこれで5人目か。アルティメットヒーローも、6人目かですね。アルティメットヒーローの安売りになってきている気がしますが、大丈夫でしょうか。はい。ユーナが、ラインナップへ追加したと。で、アルベットハンターも出ますよと。で、8パネルすべてを解放済み。で、全覚醒済み。このあたりは一緒ですね。はい。前回からちょっと変更した点も含めて、変わってませんね。で、開催期間が16日までですよと。で、これの特徴としてはですね、ブレイク能力とクリティカル率の高さが売りと。アルベドハンターは。で、なってますよね。で、ここですね。カスタムスキルパネルは武器の効果で属性強化を行えば火力が非常に高くなり、使い方によっては随一の火力を誇るジョブとなりますよと。なので、属性強化がない分、武器とか、まあ、追加効果で補いましょうっていうことが書かれてますね。で、必殺技は、クイックを表してからブレイクダメージを与えて、デバリア、ノーガード、ウィーク、ブレイク、防御力ダウン、クリティカル耐性ダウン、スタン、バイオと、まあ、弱体効果がもうほとんど全部入りで、来るので、まあ、後の攻撃がしやすくなるという感じですかね。で、新アビリティカードも来ています。今回は、属性全体攻撃、まあ、ただオーバーキルと、同属性チェーンがついているアビリティカードが、火以外ですね。火と光か。火と光以外の属性で新たに加わったと。で、回復系で、ブースト、ヘイスト、エレメント5個出現。ブレイクパワーアップ、行動回数アップ、エレメント5個。ここ、ブースト、ヘイストのカードが増えたということですね。はい。まあ、よくわかりませんっていうことですね。カードが増えすぎて。はい。それが率直な感想ですが。はい。で、おまけカードとして、ファイナルファンタジー10の、またアビカ。前回は、ファイナルファンタジー10-2 かなのアビリティカードでしたが、今回は10のアビカがおまけでつくという、そういう大召喚になっていると。で、アルティメットヒーロー、ユーナはどういう特徴があるかっていうと、まあ、これもパーティー全体に、まあ、弱体効果を付与した必殺技ができるっていうこと。で、レインボーシフトも後でつくと。で、オートアビリティに、やっぱ回復系で中心にパーティー行くみたいですから、まあ、回復エレメントスタータープラス2とか、エレメントジェネレーターもついてくると。これは、毎ターンエレメントを3つ生成する新オートアビリティ、エレメントジェネレーターっていうのが追加されるみたいですね。で、ユーナの杖、マギルステルドットに変化すると、見た目もユーナ仕様になるということで。で、他のアルティメットヒーローも継続になるっていう感じですかね。で、アルティメットカードも、継続であるという感じですね。はい。で、これは第1章の配信の告知が来ている点ですね。1月31日まで来年の来ています。はい。そんな感じです。で、もう一つ。もうあと二つかな。メビウスギフトボックスの中身がちょっと変わってるんですかね。グロースター、召喚チケット6枚、クリスタル、ジャボテンダー、このあたりは多分変わってないと思うんですが、30日間シードボーナスプラス 50% とか、そのもらえるもの以外にシードボーナスもついてくると。で、6日ごとの定期便のお届けであるということが変わってるんですかね。
はい、メビウスギフトボックスはね、本当お得なので、もう毎月、欠かさず自分もやってますが、はい、今回は、魔石1500個分ということで、召喚チケット6枚だけでも魔石3000個の価値があるにもかかわらず、全部まとめて魔石1500個の超お買い得商品となっていると。まあ、これを買わない手はないっていう感じですね。結構このファイナルファンタジー10コラボを盛り上げるためにいろいろ工夫が凝らされているっていう感じですかね。はい。じゃあ一章ザナルカンドやっていきたいと思います。起動するよ。はい、じゃあ、やっていきますかね。ファイナルファンタジー10プロローグは前回撮ったので、ザナルカンド遺跡ですね。栄華を極めた都も今は滅びて夢の跡、最果てのザナルカンドをさまよい過去に思いを馳せるティーダはパラミティアに目覚めた意味を問う。はい、やっていきたいと思います。どんな感じなんだろうな。前回はザナルカンドだで終わったので、今回はどういうマップが用意されているのかちょっと楽しみですよね。ファイナルファンタジー10の世界観、自分も結構好きなので、好き好き数なので。フラタニティ、この音楽がね、もうなんかいいですよね。天の象徴する音楽ですよね。天を象徴する。あ、懐かしい、ここたまり場じゃん。ザナルカンド遺跡のここでなんか焚き火してみんなでね、そこから始まるんですよね、天ってね。で、過去に遡って物語が順番に紡がれていくみたいな感じじゃなかったですかね。最後かもしれないだろう。だから、これサービスカットだな。話しておきたいんだ。めちゃくちゃサービスカットじゃん。あ、そうか、こっからが今一章だから、初めになるっていうのもあるのか。前回はプロローグでしたからね。めっちゃ凝ってる。ここが俺の故郷だった。眠らない町ザナルカンド、千年前に滅んだ町。俺の故郷は幻だった。最後シーンをここで倒すんじゃなかったっけ。俺もそうですよね。夢のようなもの。うわ、懐かしい。もう相当前にプレイしてからしてないけど、天も懐かしいわ。そうです、ウォールさん学者にしてたんだ。異世界の都だった。眠らない町ザナルカンド。ザナルカンド、光り輝く大都市がパラミティアに現れたという。だがザナルカンドに来てみれば、栄えるどころか無人の廃墟だ。やっぱりそういう感想を抱くのか。故郷だというが、ウォルさんの感想とか新鮮だな。ティーダと共にザナルカンドに到着しました。ルーンクリスタルが見せたキラキラの大都市の姿は見当たらないようです。ティーダの話を聞きながら調べてみましょう。なるほど。あ、すごい不思議だねも流れてる。へえ。ほんとこれファイナルファンタジー10コラボだな。まあ当たり前だけど。じゃあいつものパーティーにしますか。カードも全然整理してない。みんなで歩んだ道ね。自分は今このチャンネルではスチームの実況しかやってないので、スチームのゲームしか実況してないので、あのスチームの情報をまたちょっとお知らせしたいなと思うんですけど、ファイナルファンタジーといえば、スチームでも、今回、ワールドオブファイナルファンタジーっていう、ファイナルファンタジーシリーズのゲームが、スチームに登場するということで、もうすでにスマホ版なのかな?もともと。それが PC 版になって登場するのかな?はい。ワールドオブファイナルファンタジーが11月22日だったかな ?28 日だったか。今月ね、
Steam で出るということで盛り上がってます。結構主要なゲームの雑誌の記事、サイトは軒並みそれを記事をしてましたけどね、記事にしてましたけど、はい、まあ、それだけね、ファイナルファンタジーファンが多いので盛り上がるんでしょうけど、こっちはスピラのザナルカンド、俺の町とは違うっていうか、こっちの方が、ああ、そうかそうか。あんた案外回りくどいな。思わせぶりに言われても、俺たちには意味不明だ。容赦ないっすね。何があったか知らないが、言いたくなければ黙っていればいい。なんかそればっかりだな。無理に話さなくていい、黙っていればいい。話してくれたら手伝えることもあるかもだけど。ごめん。何から話せばいいかな。どうせ長い思い出話なんだろう。全部聞いたらひな。なるほど。話せることからでいい。うん。ちょっと歩いてもいいか。これもいろいろ整理したい。ここの感じで整理するっていうのもなんか世界観をちゃんと踏襲してるというか、そんな感じだよな。はい、そんな感じでスクエアも結構 Steam でゲームを出すようになって、まあもともとねファイナルファンタジーシリーズは出てるんですけど、結構おまくにになったりして、いまだにファイナルファンタジー4とか6とか実は Steam で出てるんですけど、海外では。でも日本で買えるのは今、9と、なんだっけな、9、10、あ、そうそう、10も買えますし、で、13が3部作全部買えますし、あと、まあ、スクエア・エニックスのサイトに登録は必要ですが、11と14、オンラインのやつですね。あれも Steam からちゃんと遊ぶことができますし。はい。で、来年には15が、Windows エディションとして Steam で発売されますし。結構ね、Final Fantasy Steam も、あるんですよね。はい。まあ、みんながプレイしてるかどうかは別として。まあ、そんな感じで Steam でも盛り上がってるな、という感じがします。で、今回、ワールドオブファイナルファンタジーが出るっていうことで盛り上がってるのと、あとね、聖剣伝説、まあファイナルファンタジーとは違いますけど、聖剣伝説の2かな、2のリメイクになるのかな、レジェンドオブマナーっていうのもSteamで出ますし、はい、結構スクエアも日本人向けにSteamで出すようになってきたなという印象がありますね。はい、これも去年の秋かな？あ、そうか、ちょうど1年前か。に、もともとね、iOS 版とかであって、で、Steam 版が、その、去年の秋に、登場したんですが、はい、その時も結構ニュースになりましたけどね。はい、まあ、そっから、自分は Steam ゲーム党なので、そっから参戦してるんですけどね、このメビウス FF。だから、メビウス FF 歴は、まだ1年なんですよ。はい。今回でシャープ48動画、このチャンネルでも動画上げてますが、でもまだ全然1年なので、全然新参者と言っても過言ではないですけどね。はい。まあ、これもある程度強くなると、もうこういう、なんていうかな、コラボとかは、こういう感じで、優しく初心者にも入っていけるように設計されてるので、結構もう慣れてる人、レベルがある程度上がってる人は物語を追って楽しむっていう感じ。だからファイナルファンタジーファンが、じゃあウォルさんと一緒に歩くとどうなるのかっていう、そういう物語を楽しむ感じになってますよね。だからクリアできないことはまず 100% ないですね。できないってことは。はい。ひょっとしたら、このファイナルファンタジー10コラボがやりたくて、ファイナルファンタジー、メイブスファイナルファンタジー始めた人にとっては結構手強いかもしれませんが、最初の方は。まあ自分もね、シャープ2とか3とか見てくださるとわかると思いますけど、まあしょぼかったっていうか、意味がわからんかった。カードの、なんか、
もうエキスパンドスキルやらオートアビリティやら、アビリティにもレベルある、シードってなんだよとか、結構ややこしいんですねこれ。途中から入ると覚えないといけないことが結構あって、はい、まあ、未だにね弱体効果何が何でっていうのはパッと言えないですけどね、はい。結構ファイナルファンタジー13とかになって、魔法ももうなんか自分が選ぶっていうよりもオートで勝手に進んでいくので、どの魔法がどういう効果があるとか覚えなくてよくなったんですよね。ご利用していけるようになったので。でもこれは結構考えてやるとヒットポイントも上がるので、考えてやらないといけないんですけどね。このザナルカンド遺跡についてあれこれ調べてあげようとか。ありがとな。あ、しまった。俺も戦うっすよ。武器も見つかったし。あんたはまだ本調子じゃないだろ。素振りでもして勘を取り戻してくれ。勘を取り戻す。そのうち嫌でも戦ってもらう。それまでベンチで控えってか。そうか、まだこれ戦ってないんか。フラタニティ持ってないもんな。記憶の試練では、魔物の属性などを覚えて同じ魔物が出現する道を進みましょうと。試練を突破すれば先へ進むためのスフィアが手に入ります。なるほど。で、最初の試練がスタートすると、はい、属性を記憶せよ。で、ここは、あ、記憶のスフィアを取ったらいけると。だからここまで行かないといけないってことだな、出口。なるほど。じゃあやっていこうか。さあ、あとなんかあったかな、スチームニュース。まあ結構スマホで流行っているゲームとかが実はスチームでも出てるケースもあるんですよね。結構多いんですよね。で、そういうのをこのチャンネルでね紹介していきたいなと、今いろいろ企画を練ってるんですが、なかなか実行に移せずなんですよね。なので結構まあ、メビウスファイナルファンタジーもそうですけど、 iOS 版とかその Android 版で流行ってるゲームが実は Steam で密かに発売されてるケースがあるんですよね。例えば、まあ、マニアックなところでいくと、エグゼウスっていう 3D シューティングゲームがあるんですけど、それもワンコインディの10とか11とかで多分配信したので知ってる人は知ってると思うんですが、あれももともとは iOS 版で出たものをSteam 移植したものなんですよね、はい。なので結構そういうものが埋まってると思うんですよね。埋もれているというか、はい。エグゼウス2もね、全然埋もれていて、スチーム版のは話題にならなかった。まあ、iOS 版もじゃあ話題になったのかと言われれば、まあなってないんですけどね。まあそんなもんかな。まあそういうこう、あ、スマホで遊んだゲームってスチームでも出てるんだっていう発見ってあるじゃないですか。そういうのをこうやっていければなというのは思ってるんですけどね。なかなかそれを調べて実行に移すっていうのは難しいですが、割とググったらそういう記事とか出てくるんですけどね。実は iOS 版にある Steam のゲームみたいな感じで、まあ、逆もしっかりですけど、 Steam 版が流行ってそれがスマホ版として移植されるっていうケースもあるでしょうけど、はい。まあそういう企画も立てつつ、まあね、 Steam の
魅力を少しでも多くの方に知っていただこうと、このメビウス FM を始めました。はい。メビウス FF を始めたのは、おそらくこの動画って、スマホ版のメビウス FF をやってる人が見てくださってると思うので、なんだよ、スチームってっていう人もいると思うんですよね。なので、そういう人がスチームに、ゲームっていうものにこう触れる良い機会になるんじゃないかと思って、あえて、メビウス FF を始めたんですけどね。はい。なので、そういうスマホ版でのゲームが実は新版でも出てますよってことを紹介するっていうことは意味があると思うんですけどね。そういう方も多分見てくださってると思うので、それがやっぱりスチームを身近に感じてもらうことになるんじゃないですかね。ね、ハーフライフとかね、レフトフォーデッドとかポータルとか言われてもね、多分ピンとこないと思うんで、スマホのゲームしかやっていらっしゃらない方はね。だからそういう人にこう、パソコンのゲーム、Steam というプラットフォームで今トレンドとなっているゲームは何かっていうこととかを発信することは結構意味があるんじゃないかなという感じはしてますけどね。はい。おかげさまで先月末に、登録者数も1000を超えたので、結構 Steam っていうのも昔と比べてだいぶ日本人に認知されてきてるんだろうなと。Windows という言い方してましたけどね、PC 版っていうのは。でも今 PC 版イコール Steam 版みたいになってきてるんですよね。でもまだ例えば Final Fantasy 15が出る Steam 版出ますけど、Steam エディションではなくて Windows エディションなんですよね、あれ、正式名称。だからまだまだパソコンといえば Windows っていう認識があるからそういう名前がついてると思うんですけど、それがもうパソコンイコール Steam、 まあいろいろありますけどね、プラットフォームオリジンとかもありますし、もちろん Steam だけではないんですけど、でも明らかに世界視点で見ればもう Steam は欠かすことのできない PC ダウンロードゲームのプラットフォームになってると思うので、はい、そういうところとかをどんどん知ってもらえたらなという感じはしてます。はい。なんか属性を記憶せぬまま適当に進めてますが、はい、まあこれもいいでしょう。まあどんなね面があるのかっていうことを見ていただくといいと思うので、はい。じゃあクリアしたよ。まだこれでも続きそうだな。ここで終わらなさそうな気がする。どうなんだろう。エボンドーム、お、グロスター手に入れた。お、魔石300。あ、終わりそう。この宝箱の感じだとここで終わりそうですね。ここで行き止まりね。そういうことか。違う道っすか。俺もっと探せばよかったのかな。ああすればよかった、こうすればよかったなんて考えればいくらでも出てくる。俺が間違ってたって思うか。今あんたが後悔してるなら間違ってたの。後悔しないかどうかだ。過去を後悔しないかどうか、それがあんたは選んで間違ってるかどうか決めるんだ。それは他の誰でもない。なるほど。あんたも後悔しっぱなしの人生だわ、自分は。そうだ、全部俺が選んだ。これが胸板厚。俺の物語だって。はい、いいショット、いいショット。あー、ちょっとずれた。すんのやめる。せっかくパラミティアに来たんだし、俺こっちでやっていくっすよ。パラミティアでやっていくんかい。そうだな。よし、光の戦士になってやる。何それ、
いきなりにも程があるな。パラミティアに流れ着いたやつは大体光の戦士を目指して戦うんだろ。飲み込みが早い。さすがティーダ。勝負に手は抜かないっす。とにかく鍛えて強くなればいいんだろ。だったら強敵と戦うのがいいよな。なあ、そういうことか。で、訓練場とかない。第二章に行くってことか。本気なら止めないけどな。なるほど。ブリッツボール。なかなか名言出るな。お、大賞ザナルカンド遺跡クリアした。やったー、召喚チケットもらったぜ。お、なんやこれ。ティーダ&ユーナステキダネの進化素材。あ、こういうことか。なるほど。現行中。あ、懐かしい。手に入れた。あの踊るところに、ユーナが踊るところに出てたやつだな、現行中。はい、やり込みエリアが見つかりました。キンプリン戦地にはシードを大量に生み出すゴールデンプリンが潜んでいると。キンプリン狩りに行ってみましょう。ということで、やり込み要素の扉が開いたという感じですかね。あとボス、お宝ボスがこんな感じで登場すると、まあいつもの感じです。はい、では、続いていよいよお待ちかね、待ってるのかな、大召喚やっていきたいと思います。ユーロチャンネル。はい、じゃあ、カード召喚やっていきたいと思います。 FF10 ブースト大召喚、やっていきましょう。さあ、いきなりでこれで当たったら神引きだぞ。来いや。どうなるどうなる。あーっと緑だ。ダメなやつ来たよ。はい、初回はダメなやつ。いつもの通り、いつも通りだ。さあ、全然来てない。ニワトリス。あ、これいいやつかな。どうだったっけ。ニワトリス。トサカに来ると人間にも襲いかかる会長。そんな会長いたら怖いわ。ロプロスか。ホーネット。ホーネット FF10。 あ、これ新しいカードだかな。どうだったっけ。あ、これそうだな。火薬特化ただオーバーキルプラス同族性チェーン。あ、これ来たやん。新しいカード来たやん。はい、サムライ。はい、ダブってるダブってる。はい、でこれはおまけのリュック背負って、いや、なんでもないなんでもない、リュックが来たと。はい、じゃあどんどん行きましょう。さあさあ、どうか。あー、また緑。はい、運営さん。はい、運営さん。はい、運営さん。はい、キキキアチョ。あ、キキキアチョってまあまあいいやつじゃない。ファイナルファンタジーシリーズばっかりが出るな。お、ジオスゲイの FF10。 はい、来ました。はい、これは実装されたカードじゃないか。実装されたカードでねえかい。そうだな、レベル8。そうだそうだ、実装されたカード来たんだねえかい。草ありくも実装されてたカードじゃねえかい、これ。レベル8だったらそうだよ。多段オーバーキル。あ、来た来た来た。お、結構いい。アビリティカードには恵まれてる感じ。グラムバンプ。まあまあ強いけどな、これ。さあ、アーロン来たー。アーロン来たー。リアクションしづらいわ。アーロン来るんかい。このカードのアーロン来るんかい。ジョブのアーロン来てほしいわ。はい、じゃあ、どんどん行きましょう。ほい。あー、また緑。はい。はい、緑。はい、緑。はい、安定の緑。お、ゲイラキャット。ファイナルファンタジー5。5のカードも出るのかよ。こんな、ゲイラキャットなんかいたっけ。なんか覚えてない。赤マナフ。知らん。そして、アビカ、ベスナクラスナー、出たー。レベルが上がっただけー。そして、おまけカードは、ルール。あ、ルール結構、自分、好きなんだよな。ファイナルファンタジー10の中ではルールが好き。ルール。まあいいけど。好きなだけで、来てほしくないけど。じゃあ、もう一回ぐらいやりましょうか。さあ、来い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 。もう黄金、虹とは言わんが、黄金来てくれよ。最後には。あ、また緑だよ。なんだよ、この感じ。なんか、失礼しちゃうわね、この感じ。ほんと。見たことないカードばっかり。銀融詩人。銀融詩人。基礎値上がるやつは来てるけど。わっか。まあ、ここはいいんだよ。そうかー。しょうがないな。じゃあ最後。最後もう一回やってみよう。ね。はい。最後もう一回やってみます。さあ、来いよ、最後。来い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 。お、黄金来たよ、黄金来たよ。この際、黄金でいいよ。さあさあ、来たよ来たよ来たよ。最後に黄金が来る。持ってますね。さすが。ヘルゲートどんだけ来るんだよ。さあ、アルベドハンター。お、アルベドハンター来たー。リアクション、おー、やった。5回目か、アルベドハンター来た。これはいいんじゃねえかい。いいんでねえかい。アルベドハンターいいんでねえかい。これ来たよ来たよ。そしておまけ決まり。あ、決まりは嘘つかない。決まり悪いやつ助ける。悪いやつ助けるじゃねえや。決まりいいやつ好きみたいな感じだったよな。はい、
というわけでカード召喚は5回やって5回目で、アルベドなんだったっけ、そのね、セイラさんのジョブが来ましたよ。はい、これはいいのか悪いのか知りませんが、はい、5回目で来たということで、まあいいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあまた、2章が配信されたら、動画撮っていきたいなと思ってますので、またよろしくお願いしたいと思います。まあこんな感じで、Steam のゲームに特化したチャンネルなので、もし、あ、PC ゲームも最近、あ、そういうのが出てるのか、やってみようかなと思われる、そういうゲームもひょっとしたらチャンネルで見つかるかもしれないので、またこのチャンネルに遊び来ていただいて、Steam ゲームも楽しんでください。では、いつも最後までご視聴ありがとうございます。ユーロでした。バイバイ。決まり嘘つかない。